帰省での出来事。俺が小学生の頃の話だ。俺は毎年お盆になると祖父の実家に親父が運転する車で帰っていた。ちょうど日航ジャンボが墜落した頃だったかな。で、祖父の家というのは国立海域公園に指定される海岸沿いにある漁村で、当時は道の整備を万全としたものではなく、ひたすら海岸沿いを道なりに運転して帰らなければいけなかった。まあたまたまその年に限って親父と俺と二人で帰省したんだが、深夜に車を走らせていたんだ。俺もガキだったから深夜にもなれば旅行気分も落ち着き、眠りに入っていった。どれぐらい時間が経ったのかわからない。ただその時、ある夢を見た。その夢は、うなされている自分を後部座席から眺めている夢だった。ガキな俺はそれが全く理解できず、また、現実に寝ている自分の意識自体もうなされている状態だった。しばらくして嫌な予感からか強制的に目を覚ました俺は、夢？と思いながらフロントに視線を向けた。助手席でシートレバーを下げているわけだから、ガキの身長から考えてもフロントの視界は空を見上げる状態になる。でも平行にフロントから見える前面の様子が見えるんだ。違和感がありつつも、なんでだろう、僕寝てるのに。その瞬間、全身金縛りで目だけが自由に前が見える状態になった。同時に耳にはゴーゴーって重低音が入り込んでくる。体は動かず、耳は変な音が聞こえる。おどおどしながら、父ちゃんと目を隣に向けると、親父の姿がない。ガキの俺の身になれば、その時点でしょんべん漏らすレベルで、車内も車外も一面暗闇でパニックになった。前に視線を向け直すと、前方に、暗闇に、さらに黒い塊状の何かが近づいてくる。同時に耳に入ってくる音はどんどん大きくなってくる。それらが次第に調和していくように感じた。そして一体化した瞬間、前方にいた黒い塊が猛烈な勢いでフロントめがけて飛び込んで、一気に車内を通り過ぎて過ぎ去っていった。ギャーッと絶叫した俺は、金縛りが解け、怖くて車のドアを開けて外に出た。父ちゃん、父ちゃんどこ？どうやら車をどこかの駐車場に止めていたんだ。でも肝心の親父がいない。四方八方見るうちに、目が暗闇に慣れてきた。あの黒い塊のお化けはいない。でも、よどんだ空間にいる感覚がその場にあった。親父の車を止めた駐車場は、
半楕円形の一番深みのある場所に止めてあることが分かった。でもそれは全面を見渡すことでさらに恐ろしい場所に止めていることが理解できた。全面180度は全て墓地だった。つまり墓地に囲まれた舗装された駐車場だった。わーとかギャーとか、もうガキが取れるリアクションは全部出てた。思わずずっこけて後ろを振り向くと、明かりを照らす建物が見えた。言い忘れたが、ここいらは大物の魚が釣れるマニアには絶好のポイントでもあって、当時は山の中でも海岸線に沿っていることもあり、夜中でも釣り具店が営業しているんだ。どうやら親父はあの釣り具屋さんにいると理解した俺は猛ダッシュ。中には親父がいて、仕掛けやら餌やらを物色していたが、俺は怒りと恐怖で意味不明なことを親父にぶつけまくった。親父はケロッとして、出たか、なんてリアクションで気が抜けた。まあそんな体験だったわけだけど、20年後、久しぶりに墓参りにお袋を連れて、現地を俺が運転して通ったわけだけどね。変なんだよ。当時家に帰る際にもその場を通ったわけなんだが、当然恐ろしい思いをしただけに現地の風景は覚えている。比較的新しい駐車場と隣接された山を崩して宅地造成された墓地。跡形もなく何もないんだよね。駐車場も墓地も。〇〇って地名の峠であることも分かっているのに。天袋。これは俺が九州に転勤した時の話です。まあ、いつものように、社宅に入れられるのかと思いきや、社宅がいっぱいだからっていうので、自分で探すことになったのよ。現地に行って探せばよかったのかな。面倒だったのでネットで調べて、店近くでリフォーム済みの 2LDK あって、不動産屋に写真撮って送ってもらったりもして、まあ良さげだったので、そこに決めたのよね。築20年のマンションに住宅設備も新品に変えてあり、和室だった部屋も洋室へリフォームしてあり、低価格でお得感があった。とりあえず家族には引っ越しの準備をしてもらい、仕事も休めなかったので、俺だけ先に現地に向かったのね。車だったので、13時間の運転はかなりしんどかった。現地に到着し、不動産屋により鍵を受け取り、部屋へ行ったのね。もう夕方の7時を回っており、コンビニで飯とビール買って、車から寝袋とスーツケースを下ろして部屋に入ったのよ。とりあえず電気のブレーカー上げて、水も回線して、荷物を洋間に運んだのよ。腹も減っており、アルコールも欲していたので、その洋間ですぐに飲み始めた。多分この部屋が元和室だったのだろうか。押し入れの作りになっており、その押し入れの上には天袋もあったのね。天袋なんて、築20年を感じさせた。疲れているせいか、酔うのが早かった。体を横にしてうつらうつらし始めたとき、なんか耳鳴りがして、キーンって感じだった。でもって体が動かなくなった。疲れているからだろうな、このまま寝ちゃおうか。って思ったんだけど、目はパッチリしちゃってるんだよね。さっきまで眠かったのに。俺全くのゼロ感なので、今まで心霊現象に出くわしたことないんだけど、これが金縛りなのか。体を動かすこともできず、目線の先って言うと、さっき話した天袋なのね。
襖窓が少し開いており、2センチくらいの隙間ができてるの。目閉じるか、その隙間を見るしかできない状態だった。その隙間を見始めたんだけど、ぎょっとした。誰かその隙間からこっちを見てるのよ。隙間には確かにギョロギョロ動く目玉と髪の毛が見えるのね。で、その目玉もこっちを見ているの。あのスペースであの目の向き、首だけの人なのか、霊だとしか思えなかった。あの向きだと、体は天袋下の押し入れにないとおかしい。押し入れの襖は外されたままなので、下に体がないことはわかる。こりゃまずいと思ったけど体が動かない。とそこで、携帯が鳴った。でもって金縛りが解けたのよ。電話に出たら、赴任先の部下からだった。もう怖くなっちゃって、部屋から飛び出して電話をくれた部下を呼ぶことにした。そいつすぐ来てくれて、その天袋も調べてくれたの。そしたら、小さな霧の箱があり、箱の蓋部分にはお札みたいなのが貼ってあり、紐が巻いてあったのね。蓋と箱の間からは、髪の毛がはみ出していた。そんなもん見てしまったらなおさら怖くなり、その晩は部下の家に泊めてもらった。ちょっと情けなかった。次の日、管理会社と連絡を取り、すぐに来させたのね。天袋の中の箱も管理会社のやつに見させたんだけど、昨晩は髪の毛みたいなのが蓋からはみ出していたのに、今ははみ出していない。夜のうちに箱に戻ったってこと。目玉もこの箱から出てきたのか。そんな体験してしまってはその部屋に住めるわけないよね。もちろん解約することにした。ゼロ感だった俺が唯一体験した心霊体験でした。あの箱って何だったのか。ちなみに、箱のあったマンションは F 県 K 市 K 区にまだあります。箱がどうなったかは、わかりません。手形。15年くらい前、俺がまだ中学生だった頃に体験したことを書いてみます。俺が住んでいたのは大きな市の郊外にある新興住宅地で、周りは皆同じような新しい家が立ち並び、当時は俺の家族も引っ越してきたばかりだったので、小道を一本間違えて入ると自分の家のすぐ近くなのに迷ったりすることもありました。引っ越してから半年余り経った頃に、町内で殺人事件がありました。5歳になったばかりの女の子が町内の公園で殺されたのです。確か日曜の午後早くのことだったと記憶しています。主婦だった母親が弟の乳母車を押して散歩の途中、知り合いと会って立ち話をしている隙に、その女の子が近くだった公園に走り込んで、遊具で遊ぼうとしてトイレに連れ込まれ殺されてしまったのです。しかもこの手の事件は絞殺が多いのに刃物で腹部を刺されるという残虐な犯行でした。短時間で犯行が行われたこと、現場が迷路のような新興住宅地の一角であることから、警察は近所に住む者に嫌疑をかけているという噂が広まり、小学校では集団登校の班が組まれるなど、当時は大変な騒ぎでした。俺は中学生で自転車通学でしたが、たまたま通学路がその公園の脇の道に当たっていたため、十分気をつけるようにと
学校と家族から注意を受けていました。ただ、俺は男だし、中学生には見えない大柄な体格をしていたし、公園から道路を挟んだ反対側は当たり前に民家が立ち並んでいたので、そう怖いと思うこともなく、毎日通っていました。その公園はさして広くはなく、ちょうど宅地一軒分くらいで、遊具も回線塔とブランコ、ジャングルジムに砂場があるくらいです。トイレの周囲に10本くらいの木が立っていましたが、それが犯行を隠した原因と見られ、事件後はすべて切られました。そのため、それまで墓原になっていた町内の案内板がよく見えるようになりました。犯行があってから3ヶ月くらい経ったある日、部活の帰りだったので7時半くらいでしょうか。俺はその公園の横に自転車を止め、案内板に向かいました。社会の公民で地域の発展といった授業があり、それで町内の商店数を数えてみようと思ったのです。事件の後、公園の外に街灯が設置され、十分に見える明るさでしたが、その時に俺はおかしなことに気づきました。その案内板の半分くらいが汚れて黒くなっているのです。近づいてよく見ると、それは小さな手の跡がいくつもついているようでした。ふと、夜だから黒く見えるけれど、昼ならば赤黒いシミに見えるのではないかと考えてしまい、急に水を浴びせかけられたようにゾッとしました。それで自転車に飛び乗って、全速力で家に帰りました。次の日の朝、その道を通るのをやめようかとも思ったのですが、思い切って家を早めに出て、もう一度その掲示板の前に立つと、遠くからは全体的な汚れに見えるのですが、近づいてよくよく見ると、うっすらとした、たくさんの小さな手の跡です。しかもやはり、乾いた血のように思えます。俺の町内は8丁目までありましたが、国道を挟んで1から4丁目と5から8丁目に分かれています。そして、手の跡は1から4丁目側にすべてついているのです。その時俺は、この公園で殺された女の子に幽霊話が出ていることを思い出しました。それは、夜半に車を走らせていると、その時間には外に出ているはずのない小さな女の子が、よろよろした足取りで道を歩いている。車を止めようかどうか迷っていると、いつの間にかその子の姿は消えてしまう。というような話で、学校でも噂になっていました。そしてよく考えてみると、その目撃があった場所は、自分の家があるのと同じ国道の西側、つまり、この手形がついている側なのだ、と思い当たったのです。このことに気づくと、俺はとても奇妙な考えにとらわれてしまい、ものすごく怖い気持ちになりました。そうしてその道を通るのをやめ、相当遠回りして学校に通うようにしていました。それから3ヶ月ほどして、母が急病になりました。2、3日前から具合が悪く、医者に行ったところ、風邪だろうと言われて勤めを休んでいましたが、夜中に高熱と激しい咳込みに陥ってしまい、救急車を呼んだのです。救急車には父と自分が乗り込み、救急指定病院へと向かったのですが、そこは町内の7丁目、国道の東側にありました。幸い、急性肺炎であるものの、症状は重篤ではないとわかり、父が病院に付き添うことにして、自分はタクシーで家へ戻ることになりました。夜中の2時過ぎです。病院の前に常に待機しているタクシーに乗り込みました。住宅地であり、
道を通る人影はありません。その時、前の方の家の門の陰から小さな女の子がふらふらと出てきて、車の前を横切ろうとしました。俺は後部座席に乗っていましたが、その姿ははっきりと見えました。運転手さんが急ブレーキをかけ、車の外に出ました。ひとしきりあたりを見回していましたが、おかしいな、誰もいない、と言って戻ってきました。そして車を発進させたのですが、車窓から後ろを振り返った俺は、真っ黒なシルエットになった小さな女の子が、両手を上げてスキップするようにして、一軒の家の門内に入り込んでいくのを、確かに見ました。それから一週間ぐらいして、新聞に女の子を殺した犯人逮捕の記事が載りました。殺人犯は、浪人中の予備校生で、本人が警察に出頭したとのことです。その日の新聞には書かれてはいませんでしたが、後日犯人の住所がわかり、それは、あの日俺が病院の帰りに女の子の影が走り込んでいった家そのものでした。もう書くことはあまりありません。犯人が逮捕されたことで、俺もなんとなく軽い気持ちになり、久々に公園の横の道を通ってみました。案内板を見ると、小さな手の跡は以前より増えていて、国道の5から8丁目側にまで及んでいました。そして、女の子を殺害した犯人の家の上には、手形ではなく、文字らしきものが書かれていました。薄く、しかも上の方なので、俺は伸び上がってその字を読みました。そこには、たどたどしい筆跡で、ここだ、と、あったのです。Thank you.